はい、皆さん、こんにちは。おじゃれしてる、ブルブルです。ブルブルケイちゃんです。はい、えー、ということでね、あのー、やっぱりですね、今回のこの人の話をするときにはですね、どうしてもね、えー、ブルブルになっちゃうかなということで、ブルーのシャツなんですけども、はい、KK 息子についてです。えー、実はですね、まあ、今回ちょっとね、ご紹介するような、まあ、アメリカのね、えーまあ、これは月刊誌なのかな。 アメリカの実際のです、ね、月刊誌、まあ、結構ね、えー、創刊歴も長くてですね、非常に昔、1800年代に、えー、創刊されているようなね、えー、タウンカントリーというね、そういったような雑誌があります。まああのー、実際のですね、アメリカの、まあ、どこでもですね市内に行くと、えーまあ、それこそね、本屋さんとかに行くと、もしくはですね、売店等にもこのね、タウンカントリー並んでるんじゃないでしょうかね。私も昔ね、例えばそれこそニューヨークだとか、 えー、あとはまあ西,海岸西海岸もね、サンフランシスコだとかロスだとか、まあ、仕事で出張みたいなこと結構ありましたけども、確かこのタウン,アンドカントリーってね、えー、なんかね、えー、それこそね、なんか売店みたいな、ね、ところで並んでたなというのはなんとなく覚えてますけどね。まあそういったような非常にですね、えーまあ、歴史のあるこの、えー、雑誌、マガジン、タウン,アンドカントリーというですね、中に実はですね、 えー、先月の末、えー、すなわちですね KK 息子のその合格発表があってからね何日か経ってた、えー、った後にですね実際ね、えー、この KK 息子とは誰なんだということで、えー、実際に、ね、記事に出してたんですねで今回ちょっとそれを紹介するんですけども要はどういうことかというと KK、あのー、息子というねこの存在もしくは、えー、このね元プリンセスの えー M、子さんの旦那というこ,と、えー、こういったようなバックグラウンド等も含めてですねどうもこのね KK 息子少しずつでしょうけどもアメリカのそのね国民に対してもだんだん認知度が上がってきてるっていうようなことのようです。まあその一環としてねちょっとね記事をね紹介させてもらいますけどまずこんな感じね。 えー、ここにあるようにですね、えーまあ、いつものごとくちょっとね、紹介して、まあ、ちょっとね、あるここの部分だけね、皆さんに、えー、ちょっとね、知ってもらおうかなと思って、まあ、黄色いね、えー、蛍光ペン等でなぞっておりますけども、一番上ね、えー、Who is Princess Emco's husband? KK 息子ということで、要は、KK 息子、えー、元プリンセスのですね、M 子さんの夫だけども、その人は誰ぞやーみたいなことで、えー、具体的にね、 例えば経験母に育てられたとかですねそういったようなことも含めてあるいはこの学歴でね例の一橋大学院出ただとかあの F 大に入学してね卒業しただとかね、えー、で司法試験を受けたとかやっと3回目で受かったとかっていうようなことがね、えー、つぶさにですね、えー、彼の学歴職歴もしくはね生い立ちなんかも含めて紹介されております。えー、このの、ね、実際の、えー タウンカントリーのね、このウェブの、ウェブ版の記事に関しては、また概要欄貼っときますので、えー、私が今回ね、今お見せしているですね、えー、内容だけじゃなくて、かなりのね、細かいそのね、えー、それこそね、職歴も学歴もね、さっき言った老い立ちなんかもね含めていっぱい書いてありますので、ぜひね、ご興味のある方はっていう感じです。その中でちょっとね、えー、皆さんに紹介しようと思ったところでですね、例えば今ご覧になっている中での、まあ、例えば1行目ね、黄色いところですね、 KK、えー、息子とファーター was p r i m a r そう、y は、プライマリ by his mother KK、えー、母。ということで、えー、実際にですね、えー、お父さんがね、えー、もうお亡くなりになったということも実際に書いてあります。まあ、そういう小学生の時に、まあ、お亡くなりになって、それによってですね、KK 母に実質は育てられましたっていうようなこともね、えー、こういったようなことまで詳しく書いてあるって話なんですね。 で、その後は例の金銭トラブルにまつわるような、まあ今のレートに換算すると3万5千ドルぐらいのね、例の409万3千円の話ですね。金銭トラブルのね。そういったような話だとか、あとは三段落目にちょっと書いてありますが、これは例のね、一橋大学院の卒業に関して、え KK、ー、息子 attended,、uh, 一橋 university Graduate School in t o y o A degree from there. ということで、えー、これね、えー、これは今現在ですね、用意しているその陳情書に直接、ね、関わってくる問題というかね、えー、まあ論議すべきというかですね、論するべき、そういったような内容ですけども、 要は、KK 息子が一橋大学院に通って、実際にですね、その一橋大学院から卒業した時に MBL、すなわちマスターオブビジネスロー、すなわちね、法学博士というかね、そういったような称号を取得しましたというようなことが書いてあるんですけども、果たしてこの MBL、これがですね、F 大の実際のね、 入学資格にちゃんと当たるんですかっていうことがこれからね、えー、答申しようとしてる内容ですね。えー、というようなことでちょっとね、紹介させてもらいましたけども、やっぱりね、このね、マスター・オブ・ビジネス・ロー、すなわちこの MBL を一つ橋で卒業したというようなことに関しては、例えばね、今現在皆さんは日本からちょっとまだ見れないと思いますけども、ローウェンステイン・サンドラのね、実際の彼の今現在のプロフィール、もしくは過去からのプロフィールにもずっと書いてあります。 一橋、えー、の大学院で MBL を取得したってね書いてあるんですけども要はこの部分に関してどうなんですかっていうことをね、えー、それこそアメリカの、えー、放送協会といわれるアメリカンバーアソシエーション ABA だとかねもしくはキャラクターフィットネスの協、えー、会もしくはニューヨークのその試験を司さっているようなニューヨークの弁護士協会そういったところに全て等身書を出す陳情書を出すもう前から言ってますけどももう半分ね 国訴状みたいなもんです <laughs> で、ね。もうおかしいだろっていうような感じのね、えー、そういったようなものをまあね、えー、もう今日現在日曜日ですので、まあ、週始まりましたねということで、えー、今週中ぐらいにはね出す算段で今動いてますっていうようなことですねまあというようなことで、えーまあ、今回ね、まあ、ちょっとその陳情者の話は置いといたとしてもですね いずれにしても今回はちょっとね、タウンカントリーと言われるねえ、非常に歴史のあるね、アメリカの国内でえ創刊というか発売されているマガジンですね。たぶん月刊誌だと思うんですけどね、これね。アメリカにもしお住まいの方はよくね、この雑誌に関してはご存知じゃないかなという気がいたします。よくご存知の方はまたね、ぜひ概要欄,概要欄でコメント欄でね、また詳しくね、皆様にも、私にも皆様にもですね、お伝えしてもらえればなという感じですけどね、どういったような雑誌なのかね。 ちょっとウィキペディアなんかでも調べましたけど、1840何年ぐらいのね、創刊ということで、非常に歴史があるね、えーまあ雑誌ということで、私もね、さっき言ったように、アメリカに以前ね、もう10年、20年前の話ですけど、よくね、出張に行ったことあるんですよ。まあ、ニューヨークじゃないけど、お隣のニュージャージー州とかね、しょっちゅう、まあ、ニューヨークに泊まったりしてね。当時もね、ニューヨークホテル高かったけどね、今もっと高いんでしょうね <laughs>。円に換算したらね <laughs>、よく知らないけどね。 まあそれはいいんだけどね。当時もね、泊まった時もね、まあ,あの仕事で行ってたんで、まあなおかつね、仕事で、その時は私もね、20年ぐらい前、サラリーマンやってましたのでね、えー、そのサラリーマンやって、当然その、えー、まあ宿泊費なんてね、会社持ちですから、会社の経費ですからね。でまあ、やっぱり仕事で行ってるんで、あんまり変なとこ泊まるわけにいかないんでね、治安の問題なんかもありますので、ある程度のとこ泊まりましたけど、まあ例えばね、うーん、まあ、あのー、 まあ皆さんもしかしたらご存知かもしれませんけど、なんかセントラルパークのに今もあると思うんだけど、セントラルパークのになんかメインしてるような、あの、ウェスティンとかね、あってね、そこなんか高かったなぁ。あのー、いくら、当時のね、20年ぐらい前ね、当時でも確かね、1泊4万円ぐらいしたような記憶がありますけどね。えー、その時にはちょっとね、あのー、 その私が以前お世話になってた会社のお偉いさんにちょっとアテンドしたようなね <laughs>、まあ、あの出張だったのでやっぱりそのお偉いさんのね、まあ、あの当時の一応とねその専務だったような人なんだけどねその専務取締役に私はその付き添いでアテンドしていったような人間だったんで、まあ、当然同じホテル泊まるわけですよ当然そのお偉いさんが泊まるようなホテルだからやっぱりある程度アレンジしなきゃいけないっていことである程度のいいホテルアレンジしてね そのセントラルパークが一望できるような、そういったね、まあ今もあるんでしょうね。ウエスティンだったんですけどね。あのシラトン系のね、ホテル泊まってね。一泊、今でも多いていうのは確か4万とか4万5千とかね、そのぐらいしてましたね。あの素泊まりでね、食事なしで。<laughs> 確かそういったような記憶ありますけどね。まああの、今だったらもっと高いんじゃないですかね。5万とか6万とかするんじゃないかなっていう気もしますけどね。ちょっとわかりませんが。 えー、まあ、それはどうでもいいんですけども、まあ、そういったような中でですね、確かに私も以前出張した時に、このタウンカントリーってね、見たことあるんでしょうなんとなくね。あ、なんかこんな雑誌あったな、とかね。で、さっきちょっとこちらでね、お見せしたようなね、えー、その雑誌だったんですけども、まあ、あの、いずれにしてもですね、こういったような、ある程度その伝統があるような雑誌に、まあ、これは、えー、紹介してるのはウェブ版の記事なんですけども、具体的に、KK 息子、誰だーみたいなね、 なんか犯罪者じゃないけど、誰だみたいな感じでね、紹介をされていて、これね、今回の紹介だけじゃなくて、例えばね、アメリカの CNN なんかもですね、KK、えー、息子が3回目で試験に受かりましたよ。じゃあ果たして KK 息子は誰なんだということでね、CNN あたりもね、えー、確かね、報道してました。というようなことがあります。まあ、なのでね、えー、さっきの陳情書の話ありませんけども、 まあ、あのこれから陳情書は出しますけども、まあリアクションは分からないですよね。ただやっぱりね、前も言いましたように出して終わりじゃありません。例えばこういったようなね、KK 息子誰だっていうようなところをね、実際にメディアとして挙げているようなところに直接働きかけるだとかね、えー、それこそね、今ね、えー、お世話になっている弁護士の先生なんかと、もしくは他のご視聴者の方もね、こういったことやってみましょうかみたいなことをね、えー、いろいろね、ご提案いただいてますけども、 まああの、レッドウェーブは起きませんでしたけどね、今回のね、アメリカ中間選挙。で、確かニューヨークの、えー、衆議会のね、えー、議員なんかも結局はその、えー、今までの保守派のですね、民主党の議員だというようなことで、まあそこら辺に関してはね、おそらく KK 息子を胸をなで下ろしてるんじゃないか。よかったみたいなね。何せね、あの、バイデンさんも絡んでなんかいろいろやってるんじゃないのみたいなことがね、テイミスなんかで言われてましたからね。 まあ一応 AKM 息子安心してるんじゃないかなと思ってますけども、でも逆にね、えまあちょっとね、トランプさんもね、なんかね、えちょっと人気に陰りが見えるかなってことで、レッドウェーブが起きなかったのかなっていう気もいたしますけどね。で、ただね、えやっぱりそういったようなね、共和党の、そういったようなね、え政治関係者だとか、そういったようなところに働きかけるっていうような動きもあり、ありだと思いますしね。まああの、 まあそういったような動きはね、いろいろしていきたいなというふうに考えておりますけどね。まあとにかくそういったような中で、まあ逆に言うとね、あの、そういったようなこともあるんで、こういった形でね、KK、えー、息子は誰だみたいなね、ターゲットは誰だみたいな形で、いや逆にアメリカのこのメディアにね、こうやって大きく紹介され始めたというようなことは、 私なんかにしてみればですね、いいことなんじゃないかなって気がしますしね。アメリカ国民が果たして経験息子誰だ、誰だ誰何その人誰っていうふうに思われてたのが、こういったようなね、ある程度有名なメディアによって紹介されるようなことによってですね、アメリカ国民の経験息子と、あこんなような人なんだ、元プリンセスのハズバンドなのみたいなね、感じで、えどこに住んでるのとかね。 ね、もしかしたら母親が来るかもしれないその母親の素性ってどうなのみたいな感じで話が広まってくれば来るほどですね、えー、そういったメディアにも捉え,、まあ、捉えられやすくなるというかねというようなことになるので、えー、次のステップにもうね、まあ、もちろんあれですよあのキャラクターフィットネスでちゃんと取り上げてくれてねそれでちゃんとした審査が入るってことであればそれはそれでね見守りたいと思いますけどねまあ可能性はどうかなとね えいうような気もいたしますしまあそれこそ変なねわけわからない圧力がかかっていればね、えー、それこそなんかね、えー、なんかね陳情書出そうが嘆願書出そうがですね署名があろうがそのまま通っちゃうっていう可能性もねなきにしもあらずでしょうからねそこら辺はちょっとわからないわからないけども万が一そういったようなことになった時にももうですねやっぱり、えー、2の手3の手じゃありませんけどもそのままだって皆さんおかしいと思いませんかそそれこそ キャラクターフィットネスで、そこで、ね、そのままね、あの、先生式を、まあ、そのまま、キャラクターフィットネスが通っちゃえば、あとは先生式だけですからね、はい、先生式やって、はい、弁護士になりましたってことになるんでしょうけども、ただ、私も以前の動画なんかでお話ししましたようにね、えー、その、すでに弁護士、これはニューヨークの州じゃなかったけど、すでに弁護士資格を、えー、取得しているような人でも、その、過去の経歴詐称だとかね、 えそういったようなことで、えー、まあ告発じゃないですけども訴えられてですねその人の免許、えー、弁護士としての資格は剥奪されたっていうようなこともね事実としてあります。これも私過去動画なんかでね、えー、お話をさせてもらいましたので別にその万が一だけどもこのまま弁護士になったとしてもねそれで終わる話ではないんですよ。 あの分身あたりがですね、分身法で暴露してたような、例えばね、電通アメリカの件もそうですしね、電通の社員、え、電通アメリカにインターンでやってた、知らないよって、そんな会社ないよとかありましたよね、そんなような話だとかね、例えば三菱 UFJ 銀行でなんか数々の受賞歴があるよって、なんで入社してまだ2年も勤めてない社員にですね、1年目、2年目でそんなね、受賞歴があるのって、で、先輩社員に聞いたらそんなの知らないよとかね、 あとはね、例の LS のね、あの、例の学歴ですよ。ね、JFK プロファイルイン、なんだっけ、カレッジアウォードね。というね、ありましたよね。あれがなんか段階を置いてなんか騒ぐたびにね、変わって今現在なくなってるとかね。いっぱいありますよね。えそういったようなことは全然今現在、アメリカの国民全く知らないわけです。全く知らない。でも、今回のようにですね、ちょっと紹介させてもらったような、 えー、マガジンじゃありませんけれどもそういったようなところにねいや実は KKM 息子こんなようなんだよっていうことで、えー、例えばねあのー、まあコピー扱いでね、えーまあ、当然ねコンフィデンシャルというかね秘密扱い、えー、守秘義務扱いですよっていうようなことで例えば投稿してですねそんなようなことがもしですねこういったようなあのメディアでね実際に取り上げられたらどうなんのっていうことですよね。 そしたら当然アメリカの小商業界だって動かざるを得ないんじゃないのっていう気がいたしますけどね。まあそれはまた後の話ということで、えー、になりますということですね。はい、えー、ということで、えー、本日日曜日、皆さん日曜日です、ね。え、楽しい日曜日お過ごしでしょうかということですね。えー、アジアのブルーのバンコクのケイちゃんですけども、相変わらず一人で寂しくということです。日曜日も一人で 寂しく自分のね、自分の持ってる仕事をやったりだとか、こういった YouTube の動画を撮ったりだとか、ということで過ごしております。はい、皆さんありがとうございました。それではね、バイバーイ。